1984年、車の CM に登場し、一大ブームになったこともあります。このブーム、1年も続きませんでした。本当にブームを駆け抜け、走り去っていったエリマキトカゲ。ブームになってもマイペースを崩さなかったエリマキトカゲ。多分ブームのこともよく分かってなかったエリマキトカゲ。僕、結構、あなたのこと好きでしたよ。超人予備校がエリマキトカゲ愛を込めて送るナンセンスコメディ SP 水曜劇場に登場、ご期待ください。